お疲れ様です。今回は FX オリガルヒの中間テストが終わりましたよということでお知らせさせていただきます。2024年の9月での FX オリガルヒ参加者の方、同期生で合計3名になります。実は MAX2 名ということで募集していたんですけども、いろいろありましてね、3名様を同じ日にお迎えしました。その他の方は、 ちょっとこちらの方でお断りしたところもありますし、いろいろと折り合いがつかずにね、また別の機会にということになりました。本当にたくさんのお申し込みありがとうございます。えっ、ー、と、まあ、通常ですね、締め切りを過ぎた方は受け付けないんですけども、今回は締め切りが12時間ほどでね、埋まってしまったということで、ていうかオーバーしてしまったということで、非常に人気だったんでね、いつもながら。えっ、ー、と、3名の方に、 すみません、絞らせていただいて、残りの方は、しっかりと1週間、やり取りさせてもらったんですけども、まあ、追加には至らずということだったかなと思います。えーまあ、次回ね、来年か、今年の年末年始になると思いますけども、また募集はしますので、その時にお申し込みください。はい、でね、今回は FX のオリガルヒーが始まって、そこの中に、特典としてお付けしていた基礎講座の方ですよね。こちらの方に 中間テストっていう項目がありまして、今、テストを受けていただいて、回答用紙を見させていただいたところです。で、それぞれ個別に回答もさせていただきました。えーとね、ここまでの講義の中で、どこが間違っていたのか、どこをどうすれば次につながるのか、こういったことも細かくお話ししております。考えてみたらね、FX の勉強って確かに一人でやるものなんですけども、一定期間、例えば1週間とか2週間、 基礎を積み上げたときに、その基礎が合ってるよ、違ってるよっていうふうなチェックを入れないと、間違ったまま、間違った方向に進んじゃうことが止まらなくなるんですよね。で、そのまま半年とか一年経っちゃうと、もう土台が間違っているところからスタートなんで、もうやればやるほど間違った方に進んでいくってことになります。ですんで、こういった形で学び始めたばかりなのにチェックするっていうことを繰り返すことによって、 足元をね固めていく作業っていうのが必要なんじゃないかなと思います今回の FX オリアル比この中間テストっていうものも多分ねまだ学び始めて1ヶ月にもならないのにいろんな気づきをテストを受けてくださった方にお示しすることになると思いますで逆に言うとですねこれがないのに FX を始めてずっと続けちゃうといつまでたっても結果が出ないってことになると思うんですよそれはまあ当然ですよね 最初のスタートの第一歩で間違うと、それからどんなに旅を続けても、ゴールにはたどり着かないってことになっちゃいますんでね。非常に意味深い、そんな中間テストになったと思います。はい。ということで、今回のお知らせは以上です。FX を学びたい方はね、やっぱりこう、チェックってものをしていただかないと、独学ではやっぱり限界が来ますんで、ある程度、ちょっとレベルの高い方に俯瞰してみていただくってことをやってもいいと思います。もちろん、 私ではなくてもね、信頼できる FX のプロの方がいらっしゃいましたら、セコンドオピニオンとかね、サードオピニオンを受けていらっしゃって、えそれで、えー、さらにね、ご自身のことを俯瞰してみるってことができると思いますので、えー、その辺、えーまあ、制限なく、私の方からもね、お勧めいたします。まあ、今後もいろいろと頭を打つことがあると思いますけども、お任せいただければと思います。それじゃあ、今回は以上です。